日銀が県内の景気を分析した金融経済概観によりますと、最新の景気は緩やかに回復しているということです。特に新型コロナウイルスの5類移行で観光の個人消費が増加、TSMC の進出に伴い熊本と台湾を結ぶ直行便が就航したことでインバウンド客が増加傾向にあり、県内の宿泊施設の稼働率や飲食店の利用者数も回復しているとしています。一方、半導体関連の製造業は TSMC が稼働を開始する来年度以降に需要が高まると予測しています。これらのことから日銀は県内の景気について今年6月以降緩やかに回復しているとの判断を維持しました。